BT-5、BT-5 BT、ベテ・ピャーチ、ロー、は、ソ連で開発された、快速戦車、である。これは、機兵部隊の支援や、長距離進行を目的に開発された、BT-2 の火力増強を狙った、改良型であった。1932年秋、ローノー赤軍機械化自動車化局、無により BT-5 の名称が与えられ、10月21日に、 試作車が完成した。1933年後半から生産開始され、翌年と合わせて1183両が作られた。本社は BT-2 を各方面から強化、改良したものである。溶接した部分の強度が落ち、振動や衝撃でクラックの発生する問題のあった表面硬化層甲板はイジョルスキー鉄鋼製作所によって材質が、 改善された。主武装である 45mm 砲は、対戦車砲を戦車砲向きに回収した B-35K の後継拡大型であり、M1932-20K と命名された。これは、単純にスケールアップされたものであるが、片付けによる人力旋回だったものが、砲塔が大型化したこともあり、旋回ハンドルを使うように変更されている。この砲は、 装甲間鉄力が向上しただけでなく、榴弾の装薬が 37mm 砲の 22g に、百十 118g と増大し、支援砲撃に用いる場合にも、格段に威力を増していた。BT-2 に比べ、砲塔内部の溶石を大きくするため全体に大型化されただけでなく、後方に向かって、バスル、張り出し分が追加された。これは、初期の型では、 工具箱のような小さなものであったが、後に、砲塔側面装甲に沿って一体化した大型のものとなり、砲塔上のハッチも2枚となった。このバスル内部には、速応弾薬が搭載できるが、指揮官用の BT-5TU、ベテーピャーチ2では 71TK1 無線機が収納され、鉢巻き状のアンテナが付けられている。これは、263両が生産されたが、 一見して指揮官用と識別できるので、ノモンハン事件では真っ先に攻撃され撃破されて、しまったという。また、この無線機は戦闘中には扱いづらく、使用されることは少なかったという。なお、この砲塔は T-26 など、他のソ連軍戦車と共通のデザインであった。主砲の外棒立ては、プレス加工による一体型もあったが、 曲げ加工した装甲を溶接組み立てした方の方が写真では多く見られる。天輪は BT-2 では中高製のスポーク型天輪で、後にスチール製でプレス加工のディスク型天輪装備になったが BT-5 では最初からディスク型が使われている。これは鋳造型より軽量であった。BT-5 では試作車の段階から 車体後部に、大型の円筒形マフラーと機関室グリル状に、異物混入防止用の金網製カバーが装着されている。しかし、スペイン内戦やのモンハン事件などで、火炎瓶による被害が発生し、高熱を発するマフラーが撤去され、後の BT-7 同様に金網製カバーの後部から突き出す、形の延長型排気管に変更された。 BET-5 は1937年のスペイン内戦で初めて実戦に参加した。企有特別戦車連隊として57両が投入され、最終的には100両近くが送り込まれたと言われている。本社は同時に派遣された T-26 同様に 45mm 砲の威力でフランコ軍やコンドル軍団のドイツ戦車、愛号戦車やイタリア戦車、L3 を圧倒したが、 対戦車砲からの砲撃には弱かった。続いて1938年7から8月の超古本事件では T-26 などと共に81両が投入され、1939年5から9月には野門藩事件で BT-7 や T-26 などと共に主力として投入された。平原ではその機動力を存分に発揮でき、 火力でも日本陸軍戦車を圧倒できたはずであるが、上院の熟練度において、日本側に劣っており、意外に苦戦している。やはり装甲防御力は、不足しており、94式 37mm 速射砲や 75mm 野砲によって、容易に撃破されてしまった。なお、旧来の日本側の戦機で描かれたように、多くが火炎瓶攻撃で撃破されたというのは誤りで、ほとんどは、 砲撃により損傷し、行動不能となったところで、再使用できないように止めとして放火されたケースであった。また、火炎瓶除けとして金網カバーが増設されたと、日本語の資料にはよく書かれていたが、前日のように試作時からの標準的な装備である。この戦闘における BT-5 の損害は、日本側をはるかに上回る甚大なもので、通常型127両。 指揮官型に重量が全損、または工場での修理が必要な損傷を受け構想され、これは失った走行車両全体の37%をも占める割合であった。これ以外に野戦修理が必要な程度の損傷車両もあったが、正確な数字は不明である。9月のポーランド進行には BT-2 や BT-7、 t-26 などと共に参加している。続いて11月からのフィンランドに対する冬、戦争にも投入されたが、滑り止めのパターンのない自体が雪中での行動に向かず、機動性が著しく低下し活躍できなかった。やはりボホース 37mm 対戦車砲などにより撃破され、一部はフィンランド軍に路角使用された。 1941年のドイツによる侵攻を迎え撃った時、すでに旧式化していた BT シリーズは走行の弱さが改善されていないこともあり、容易に撃破され、急速に消耗した。BT-5 を漁獲したドイツ軍は、後方警備用など2009任務に使用している。1942年になっても一部は使用が続けられていたが、 多くの部隊では T-34 によって更新され、生き残りの BT シリーズは満州国境方面に回され、1945年の満州侵攻には BT-5 も一個大隊が参加している。武装を 76.2mm 連帯砲、榴弾砲に換装した、近接支援型の BT-5A が試作されたが、量産されていない。また、科学戦車。 火炎放射戦車や水陸両用型ロケット弾を装備可能な r b t 5が試作されたが同様に採用されなかった。他にテレタンクである TTBT-5 が試作され、こちらは冬戦争に投入された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。